7月14日、野田総理は就任以来3度目となる岩手県を訪問しました。まず訪れたのは釜石市内の魚市場。市長らから復興状況や取り組みなどの説明を受けた総理に、地元で採れたわかめが送られました。これは災害から大根の生産でございます。最初の生産、最初の生産です。召し上がっていただきたいと思います。復興の兆しをしっかり味わいたいと思います。ありがとうございます。その後訪れた釜石市内の仮設住宅で、総理は住宅の中を視察しながら、生活に不便な点がないかなど入居者と意見を交換。この仮設住宅地に併設されたサポートセンターは、診療室も備え、看護師も常駐。またデイサービスや訪問介護なども行っています。この釜石は防災教育の徹底で釜石の奇跡という言葉が日本中に伝わりました。復旧復興で釜石の奇跡と言われるように私はしたいと思っておりますので。この仮設住宅の自治会長らとの懇談で挙げられたのは、住宅再建の時に消費税が上がる、その時期が被るかもしれないことに対するご懸念がございましたので、被災地に対する住宅再建の時の配慮というものは、これよく検討しなければいけないというふうに改めて思いました。被災された方との交流は仮設住宅でだけではありません。大槌町では小学校のグラウンドで去年の12月にオープンしたプレハブの仮設商店街を訪れました。また津波の被害から復旧を果たし営業を再開したショッピングセンターを視察。その後、商工会議所などの職員と懇談を行い、中小企業の抱える課題などについて意見を交わしました。特にこれから二重ローンの問題が本格化するだろうというふうに思いました。支援決定まで半分の90日に短縮できるように推進策のパッケージを出すように指示をしたいというふうに思います。今回岩手県を訪問した総理ですが、今月に入ってから3日に宮城、そして7日に福島と被災3県を訪問しています。できるだけ様々な現場に入り、そして様々な声をお聞きしながらですね、これからの復興に向けての取り組みを強化をしていきたいと